はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。4時ですね、9月は20日の水曜日でございまして、バツッと昼寝をしましたね。1時間以上は絶対寝てましたね。3度寝ぐらいしましたね、はい。電話かかってけえへんね、嬉しいわ、ほんまに。メールも来ませんね、ほんまにね。意味のあるメールがほとんど来ないという状況。はい、行きましょう。日経平均は結局今日は218円安で引けましたね。33,023 と。なんかね、ほんまに最近どっち行くんやろっていう感じですね。下がるんか上がるんかって、どっちもないっていう感じですね。ドル円が 147.79 で、ほぼ動かずですね。はい。原油先物は 89.61、金先物 1951 と。で、ウォンがね、押されてますね。1330.41 と。今日はなんかですね、午前中こと頑張ったかなと思ったら、あとはずっと押されてる感じですね。弱いですね。安定的に弱い。さて、ですね、本題はですね、現代ビジネス、9月19日に出ました記事ですね。これは週刊現代からです。都内特等地の億ションで、自国政府の戦狼外交を全く信じていない日本在住の中国人富裕層たちの日常ということですね。何書いたんやろうと思ったらこんな感じですね。9月某晩、都内特等地のオークションの一室、今宵はこのピカピカの豪邸に、豪邸を買った中国人の友人のお披露目パーティーだった。彼は訪れた中国人の仲間たちプラス私のため、わざわざ四川人コックを呼び寄せ、厨房で本場の四川料理を作らせた。へえ。その合間に、なんていうんですかこれ、ひまわりの種をつまみに、木目麗しい横長の木状机の上ですね、並んだ30本近い缶ビールは次々に開く。近くのスーパーで全部違う種類の缶ビールを買ってみたら、こんなにたくさんあった、日本はすごいなと。なら俺は札幌の黒ラベルを飲むぞ。あ、黒ビールじゃないと。こんな調子でいつの間にか空き缶とひまわりの種の殻が積み上がった。皆様、四川風豚の脳みそ炒めです。豚の脳みそ炒めって俺食ったかな、食った覚えがない。別にいいんですけど、そんな、コックが大皿を運んできた。すぐに四方から中華橋が飛び交うと、55インチのテレビはニュースを伝えた。先ほどジャカルタを訪問中の岸田首相が中国の李強首相と立ち話を行い、福島の処理水への理解を求めましたと、途端皆の箸が止まる。中国政府は何をぐだぐだ言ってるんだ、日本が核汚染水を流して危険なら隣の中国も危険ということになり、世界は中国に投資しなくなるよ。中国は周辺国に戦狼外交ばかりやっていて、今や四面楚歌じゃないか。やがて縁も竹縄、オークションの主が告げた。デザートは桃のシャーベット、福島県産です。これで終わってる。何やこの記事だと思うんですけど、2つに分かれてましてね、後半も読ますよということなんでしょうけど、まあまあいいよ別に。一つですね、最近のですね、東京のマンション市場の傾向としてですね、中国人のプレゼンスが高まっています。あれですね、遠藤さんですね、そのビルを買うとかってそういうのよりもですね、個人がですね、自分が住むためにその高いマンションを買ってしまうというようなケースが割と増えてるような気がします。まああれですね、富裕層が逃げ出してきてですね、もうですね、2桁億円ぐらい持ってる人は一生働かなくても食えますから、2、3億のマンションを買った後は遊んでるというような人が多いような感じですね。
彼らにとって 2,3 億のマンションっていうのは北京や上海の一等地で買うマンションも安いんですね。だからええやんええやんと、もう物もいいわけですよ、やっぱり日本の方が。それでよかったっていうふうになってる人が多いような気がしますね。そんな人ってでも今後何十年も日本にいるのかなと思いますけどね。多分何年か住むと飽きてアメリカ行こうとかですね、オーストラリア行こうとか言ってそっちに行ってしまうんではないんでしょうかね。英語ができるような人であればね。であとはどうでしょうね、ずっと住む、よくわかりませんけど、パターンがね、一つのパターンではないですよ、彼らもね、見てると。でやっぱり日本には中国人コミュニティってありますから、中国人コミュニティもね、なんかいろいろね分かれてまして、だいたい出身地別の階層別みたいになってるわけであって、自分に合ったコミュニティがそこにあればですね、居心地はいいでしょうね。なんでそういう存在感があって、一定の割合を占めるんちゃうんかなという気がします。で、あの人たち分かりやすいですからね、いい場所いい場所、でマイナーな場所とかですね、なんていうか小さなマンションとかあんまり好まないですよね。いい場所のタワマンって最高ですね、彼らにとって。彼らの価値観ってそんなにダイバーシティないんですよなんでいい場所のタワマンっていうのは一番で、でなければ本当ピカピカのいい場所ですね、六本木とか銀座とかって、そういうところの綺麗なマンションを好みます。で彼らって要は逃げ出すぐらいですから、そのなんて言いますか、中国共産党というものを全く信用していない。当たり前ですけども、中国の方でもですね、自分の頭でものを考えられる人っていうのは、共産党が管理する以外のメディアから情報をいっぱい入れられますから、そうするとですね、共産党がいかにインチキなことをやってるかってもうすぐに見えてしまうんですね。私なんか日本語のメディアからしかほぼ情報を得ませんけども、もうなんていうか、中国共産党がね、こうまともなことを言うてるなんて思ったことは一回もないもんね今回はどんな嘘を言うやろみたいですねそんな風にしか見えないわけであって、それを知ってしまうとね、中国人の方もそういった現実を知ってしまうともう絶望するでしょうね。だからですね、どんどん逃げ出していると。ただし、あれなんですよね、外貨を持ち出すのが、基本的にはですね、正式には、公式にはできないわけであって、そこはちょっとずるくですね、こう、持ってくるんでしょうね。知り合いの中国人に聞くと、なんでもないよって言ってますね。いくらでも持ち出せるって言ってました。ああ、そう、って言うんで。彼らは彼らの独特のなんかネットワークとやり方を築きますからね。オフィシャルに手数料を払ってですね、外貨を持ってくるなんていうことは、あんまりないみたいですね。もう奥ぐらいはすぐやって言ってましたね。まあ、そんな人々ですからですね、東京でね、別に日本のルールを守ってですね、マナーを守って暮らしていただけるんであれば、別に何人来ていただいてもですね、何を買っていただいてもいいわけであって、むしろその方が彼らは日本の消費に貢献するということでございますから、ええやんおいでおいでっていう感じがしますけど、ただあれですけどね、マナーを守らないマンションでもね、いまだにいるんですよ、その管理費払わへんっていうめんどくさい連中でしょ。まあこれなんとかなるんですよ、マンションの場合、管理払わへん、修繕積立金払わへんってなんとかなるんです、これは法律的にね。まあでもめんどくさいですよ、それをこう取り立てるっていうのは、そういう人もたまにいるんですよ。あとね、冗談ではなくですね、湾岸とかのタワマンではそのうちですね、理事会がですね、北京語になる可能性があるようなマンションもあるみたいですね、中には。中にはね、今度はみんな中国人やねんから北京語でやるやみたいな、管理規約は北京語にしようみたいなあれ何語にせえとは書いてませんからね、区分所有法にはまあまあそんな冗談かと思いますけどね。いや、そのうち出てきてもですね、不思議はないですよ。はい、まあそれでもしょうがないですよね、一応日本のルールですからね。はい、てなことでございましてですね、日本に今ですね、中国の富裕層がどんどん移住をしてきてですね、不動産を買えばですね、永住権取れるんですよ。
そういう事業をやってるという名目で、ですね、永住権取れるんで、まあ、そういう移住が多くなってますよという話でございますね。この現代ビジネスのこの1ページ目を一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。